はい、皆さんこんにちは、リリチョウです。お久しぶりですね。かなり久しぶりの雑談動画になります。まあお待たせして申し訳ないという感じですね。まあ今日はですね、まあタイトルにもあると思うんですけど、まあ、最近動画の投稿頻度が、まあ、減ってるんじゃないのかなっていう話を、まあ、今日はしていきたいのかなと思います。まあ昔はですね、ちょうどフォートナイトとマインクラフトとかを1日2本投稿とか、まあ、やっていたじゃないですか。なのに、まあ、最近は、なんかその、まあ、毎日1本、まあ、下手すり上がらない日もあるじゃないかと。一体これどうなってるんだと。もうそろそろお前モチベなくなって、お前 YouTube やめるんちゃうかと。まあそう思う方がいるのかなと。まあいないの、あんま気にしないのかもしれないけど、まあいるのかなと思って一応それについてお話したいなと思うんですけど、ちょっと現状の、そのまあ、まず、マインクラフトに関しては、まあ、特に問題はないです。はい、特に今のところ問題はないのかなと思います。まあ、マリンクラフトも、まあ、順調にやっているし、まあ、ただちょっと メンバーがちょっと不足しているのかなっていうのはありますね。なので、まあ、新メンバー今後募集していくんですけど、まあ、それはあるんですけど、まあ、基本的に企画的には問題はないのかなとは思うし、まあ、すごく僕も撮影してて面白いから問題はないと思うんです。何度も言ってるんだけどね。ただフォートナイトに関してはちょっと今後変えていかないといけないのかなと思ってちょっと今考えているところではあります。なので今フォートナイトの投稿頻度がすごく落ちている、状況ではあります。まあ、今までの僕の動画投稿のスタイルとしては、まあ、とにかくそのアスレチックだったりとか、まあ、脱出マップを、まあ、とにかくプレイすると、まあ、配布された、まあ、海外のマップだったりとか、まあ、日本の方がまあ出したりマップとか出したマップとか、まあ、それをまあできるだけ早く皆さんにまあ提供しようと、まあ、いう感じのまあ動画を上げていたとは思うんですけど、まずその現状のフォートナイトの今の現状として、まあ、確実にまあやらなくなっている人が多いんですよ。現状多いんですよ。まあ、皆さん今やってますか、フォートナイト。まあ、すごくなんか今アリーナとかが面白いみたいな話聞くんですよ。でもバトロワとかじゃなくて、クリエイティブの例えばアスレチックの配布マップだったりとか脱出マップの配布マップを今現状プレイしている方どのぐらいいるでしょうかっていう話ですね。まあそれが多分答えになると思うんですよ。まあまあ、例えばクリエイティブでも例えばその音風呂だったりとか、まあ、うちの最近動画班がハマってるのが造形、何かそのアニメの、まあ、何かワンシーンを再現したりとかものを作ったりとか、そういう方に関しては、まあ、自分でどんどんそのオリジナリティを出して、まあ、やっていけるから、まあ、飽きずにずっとそのいろんなことやれるのかなとは思うんですけど、そのアスレチックとか脱出マップをプレイしていた人に関してはそのアップデートが入ってないんですよね。クリエイティブなかなかね、あ、この前ちょっと入ったのかな、わかんないけど、ほとんどその新しいアイテムだったりとかが追加されないまま、まあ、かなり長い期間が経ってるので、どうしてもアスレチックとか脱出マップとかがワンパターンになっちゃってるっていうのはあると思います。なので、まあ、ホラーマップに関してもね、いっぱい、まあ、その、本当はいっぱい作れるはずなんだけど、どうしてもその限界があるからね、フォートナイトって10万メモリっていう限界もあるし、まあ、その数、こういうアイテムとかの数も限界があるので、まあ、そのできることに限りがあるから、まあ、なかなかこう似たり寄ったりのマップとかがすごく多いんですよ、アスレチックとか脱出マップって。だから脱出しますって言っても、ああ、だいたいここだろうなみたいなのが分かっちゃう人がすごく多くてさ、まあ、それはまあ僕含め動画班も含め視聴者も含め感じているから、まあ、動画に関してもやっぱりワンパターンな動画になっちゃって、まあ、ただ単にみんな飽きてるよねっていうのがあります。なので、まあ、昔だったら、まあ、普通に伸びた動画ね、めちゃくちゃ評価された動画も、まあ、今じゃあ、まあ全然評価されなくなってます。まあ現状僕のチャンネルを登録してくれてる視聴者の8割方がまあ見なくなってるんじゃないのかなっていう気がするんですよ。なのでまあ今はその動画を上げてないっていう状況ではある。プラスのその普通のそのアスレチックとか今まで撮った動画とちょっと別ベクトルの動画を今どんどん撮ろうと考えて動いているところではあります。まあ例えばこの前で言うと、まあ、なんかクリエイターの方に協力してもらってさ、その横浜みなとみらいのマップあるじゃん、そこをもう破壊するドッキリみたいな。今までうちのチャンネルではそういう動画、フォートナイトでは上げたことなかったじゃないですか。プラス、まあ最近ではほら、10万メモリーのマップをも作って、まあ一番なんかそのラグいマップを作った人が勝利とか、まあ今まで上げてなかったじゃん。今まではお疲れ様でリリチョウで、今回はこちらのマップ、何とかというマップをプレイしていきたいと思います。それではやっていきましょうみたいな。動画班の誰々が作ったアスレチックマップをプレイしていきたいと思います。それではやっていきましょうとか、そういうのではもう、上げてないじゃないですか。そういうマップをやっぱ上げすぎるのは良くないのかなっていう判断に至りました。なので今はちょっと別の動画を今撮ってるっていう感じ。
プラス、まあ、僕のその編集能力とかも上げないといけないかなと思って、一本一本にかける時間っていうのがめちゃめちゃ今多くなってます。なので、どうしてもその一日じゃ間に合わなくなってきてるから、まあ、たまに上がらない人が出てきてる。まあ、今日に関しても、その今フォートナイトやってるんだけど、フォートナイトの編集が間に合ってないので、まあ、急遽その雑談動画を撮ろうという感じで今上げてる限り次第ではあります。なので、本当に申し訳ないですね。まあ、だけどその、だから心配しないでほしいのが、別にそのモチベがなくなったからもうその動画投稿をの頻度を減らしてるとか、そういうわけではない、そういうわけではないです。なので、まあ、むしろそのモチベは上がってますね。なんか前に比べて、だからそのなんて言うんだろうな、前のような、まあ、時代は終わって、まあ、これからはやっぱり自分たちで、まあ、何かをその作っていく、新しいコンテンツっていうのを、まあ、フォートナイトっていうのを利用して何かをこう新しい動画を作っていかないといけないのかなっていう考えにはなってるから、まあ、むしろモチベは上がってますね。だからもっと頑張らないとなと思ってます。プラス、まあそれはクリエイターの方もそうなんじゃないかな。クリエイターの方もなんかマップを作るときに、まあ、昔みたいにさ、アスレチックマップ作りましたみたいな人だいぶ減ってるんだよね。僕が例えばその動画投稿をする際に、まあ、何かの、まあ、撮影をする際に、なんかこういいマップないかなって結構いろんなサイトとかを使って探すんですけど、前に比べてそのマップの出る頻度、毎回マップ毎日確認したら、こう、こんなマップがもう4マップも5マップもなんか面白そうなマップあんじゃん、よしこれを撮影しようみたいな感じで、一時期やっぱりほぼ毎日撮影してた時期もあったんですよ。だけど現状はなかなか新しいマップが出てないですね。出てないです。確実にその減ってますね、クリエイターの数も。まあ、中にはそのうちの動画班の子みたいに、まあ、そういうマップじゃなくて、まあ、普通にその造形だったりとか、まあ、何かの今やってるアニメとかそういうものを作ったりとか、音風呂はほら新しい、例えば鬼滅の刃の映画があったら、何かこう無限列車のあの主題歌あるじゃないですか、あれを作ろうとか、まあ、そういう人たちは多分モチベ上がってる人はいると思うんだけど、やっぱり減ってるんじゃないのかなと僕は思ってますね、前に比べてね。なので、まあ、何度も言うんですけど、まあ、ちょっと動画のスタイルは変えないといけないのかなと思っています。プラス、まあ、僕の編集能力も上げないといけないのかなと思っています。まあ、なんだろうな、まあ、YouTuber ってみんなそうなのかなと思いますよ。現状ずっと残ってる YouTuber さんの動画を見返してほしいし、まあ、僕もその何度もその変化をしてきてる人間なんだよね。もともと1年前っていうのは、コールオブデューティーっていうゲームの実況をしてて、Apex っていうゲームの実況をしてたんだけど、やっぱその、ダメだなと思って、今のままじゃダメだなと思って、まあ、半年ぐらいしたら、フォートナイトっていうゲームに手を出して、で、フォートナイトで、まあ、いろんな動画を撮っていく中で動画班っていうのを作ってみたいな。でもそのフォートナイト以外にも、そのマインクラフトも始めた方がいいんじゃないかっていうので、マインクラフトも始めて、で参加型して、メンバー集めて、で、まあやってきたわけよ。で、今、11月ですね。ちょうど1年ぐらいやってきたわけですよ。僕もやっぱり何度も、その変化をしてきて、まあ、一応生き残ってる人間、まあ生き残ってはいる人間、まあ YouTuber ではないから僕は、YouTube 専業ではないから、まあ死ぬっていう概念がないと思うんだよね。その、まあオワコンになるっていう概念はね、まあ、自分で決めていいと思ってるから、まあその、やっぱオワコンっていうのはやっぱり YouTuber さんに言えることじゃん。例えば YouTube だけで生きてきてて、YouTube でもとんでもなくバーンってバズり散らかした人間が、例えば1年後とか2年後に、その再生数がガタ落ちて誰からも評価されなくなってるとか、やっぱそれが僕はオワコンだと思うんだけど、僕の場合ってまだ登録者2000人だから、まずその、まず有名でもないよね。まずその伸びてもない。そこまでバズってもない人間だから、まずそのオワコンとか言われるレベルでもないんだよね。その、まだまだ評価されてないから、まだその、みんなに認知されてない状態だから、ね、だからまあこれからなのかなと思ってます。だから一回やっぱりボーンって僕は行きたいなと思ってるので、ちょっと応援していただければいいのかなという感じですね。はい。で、現状その今ゲーム実況者界隈っていうのが結構みんなやばいことになってて、やっぱり減ってると思います。なんかそのなんだろう、病んでる人が多いイメージがある。まあそのゲーム実況者さん以外にも、その普通に YouTuber さん全般にそれは言えてて、まあ大体その YouTuber って夏すごい伸びるんですよ。夏めちゃくちゃ再生数とか伸びて収益とかがめっちゃボン上がるんだけど、まあ大体夏が終わってみんなが例えば学校が始まるシーズンとかになってくると、まあ相対的に全員下がるんですよね。もうその下がり方が尋常じゃないぐらい下がったせいで、もうそのもう生きていけみたいな、 YouTuber になったんだけどみたいな、その夏の間とんでもなくボーンバズって、あ、これも YouTube だけで生きていけるわってなって YouTuber になったんだけど、数ヶ月後には再生数がガタ落ちして、もう暮らしていけないじゃんみたいな、もう仕事辞めちゃったんだけどみたいなので病んじゃうみたいな人が結構いるみたいで
ですね。で、まあそれは今、まあ仕方ないと思ってて、僕も再生数が下がるのは思うんだけど、まあただ単に僕の場合はもう本当変えないといけないのかなと思ってます。で、例えばだけど今、まあ、YouTube でフォートナイトって検索したんですよ。で、検索したら一番上に出てくるのがやっぱバトロワ、なんか今アップデートを待ってますみたいな配信してますね。だからこれ結局バトロワでしょ。バトロワのアップデートを待ってますみたいな生配信があったりとか、またそのプロの方だねがなんかこうバトロワで無双しましたみたいな動画、 PS5 の動画関係かな。逆にそのクリエイティブの動画っていうのがないですね。上からパーって見ていく感じ一個もないですね。はい、でもこれがやっぱり現状だと僕は思うんですよ。なのでやっぱり変わらないといけないのかなっていう感じですね。なのでまあ応援してほしいし、まあたくさんあのコメントしてほしいですね。もっとこういう動画が見たいとか、ああいう動画が見たいとか、もっとこういうのやってほしいみたいなのがあれば教えてほしいっていうのはあります。なのでフォートナイトは、まあ、完全にその今一個一個企画を考えて、まあ、動画版撮ってる感じ、まあ、もっと言うとうちのチャンネルじゃないと、僕のチャンネルじゃないと絶対見れないよねっていう動画を今撮って、だから一本一本の撮影の時間がなくなってんだよその1日じゃ終わらないような撮影も出てきたからね。あの2日目突入しますみたいな撮影とかも出てきたからいやでも個人的には撮影してすごく面白かったから、ぜひとも見てほしい。だから本当にそのな何やこえな何この動画みたいなのが多分上がっていくと思うから、まあ、それはちょっと見てほしいですね。なので見てほしいです。見てほしいです。マジで見てほしい。だから今までみたいなそのもうアスレチックのマップもやると思うんだけど、普通にやりますよ、やると思うんだけど、ただ普通にそのアスレチックのマップを攻略するとかみたいなのは多分もうやらないのかなと思います。はい、なのでそこのところはご理解のほどよろしくお願いします。でまあ一歩一歩の動画の編集とかもまあ変えてきてるつもりなので、まあできれば見てほしいですね。まあ本当に何だろう、まあ何かを得るには何かを失わないといけないみたいな言葉があるように、まあ僕の動画を見るってことは、僕の動画を見てる間の10分間はやっぱり何かを、まあ、全てを犠牲にしないといけないじゃんそうだよね。他の YouTuber さん見たいけど、まあ僕の動画を見てくれてる間は見れないわけじゃん。だからそういうのもあるからさ、まあ、なかなか見るのに抵抗があるのかもしれないんだけど、まあ、見てほしいっていうのはありますね。僕はやっぱりなんだろうな、まあ、ここまで来たらもうもっと上に行きたいのかなと思ってます。もっともっとみんなに評価されるような存在になりたいと思ってるし、やっぱりその僕も動画班っていうのを持ってるから、今フォートナーとマイクラ合わせて60人ぐらいですか、そのぐらいのメンバーを持って活動してるので、やっぱり結果を出さないといけない人間だと思うんですよ僕は。なので、まあ、ここで諦めるんじゃなくて、僕は努力し続けたいなと思います。はい、で現状やっぱりフォートナイトの動画班もこの前だけど、フォートナイト動画班また一人辞めたんですよね。でやっぱり今のみんなを見ておく感じ、どんどんやっぱりフォートナイトに関しては人も減ってくだろうし、マインクラフトに関してもどんどんやっぱり減ってくんじゃないのかなと思うんですよね。やっぱ正直そんな、みんなモチベがなくなって辞めてるっていうのがあると思うんで、まあ、できるだけね、まあ、うちのメンバーのモチベや視聴者のモチベが下がらないような企画、何この撮影参加したいんだけどって思ってもらえるような、もっと企画を考えてですね、僕含め、まあ、動画班でやりたいっても考えてちょっとやっていければいいのかなと思いますので、まあ、ぜひともね、まあ、これから多分その編集のやり方だったりとかもう変わっていくと思うから、本当に応援してほしいです。はいまあ分かんないけどね、まあ見なくなる方もいるかもしれないんだけど、はい、よろしくお願いします。であと、まあ、新しくね、あと最近あのコールオブデューティー買ったりとかしたんですよ。なのでちょっと違うゲームにもちょっとチャレンジしてみようかなと思ってますので、まあ、そこも見ていただければいいのかなと思います。で、また、まあ、できれば、今の、できる限り企画を今の間、11月とか、12月の頭で撮って、まあ、年末年始はやっぱり、うちの動画班もやっぱ休みたいと思うだろうから、まあ、年末年始とか、みんなが冬休みに入る期間になったら、ちょっと撮影っていうのを一旦、フォートナイトもマイクラも止めて、まあ、できるだけ1日2本投稿とか、3本投稿とか、まあ、やってた間、みんなが休みの期間中は、また投稿本数を増やして、さらにクオリティの高い、かつ面白い動画を撮れればいいのかなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。なので、すみません、こんな動画になってしまって、動画が上げれなくて申し訳ないです。はい。応援よろしくお願いします。じゃあ、皆さんお疲れ様です。あとは、話したいことですね。雑談動画で話してほしいことがあったら、コメント欄とかに書いてください。はい、じゃあ、お疲れ様です。バイバイ。